はいどうもこんにちは、ザマと申します。ノーブルアルツ実況を続きやっていきましょうということで、はい、今回ね、球技大会当日ということなんですけれども、なんだろうね、なんか話の流れ的にこうヒロインとさ、こう体操服姿のヒロインとイチャイチャするシーンがあんまり思い浮かばないっていうねなんかまあ多分ずっと犯人探しをね、頑張るっていう、まあそういう回なのかなっていうね、思いますけれども、はい、とりあえず続き見ていきたいなと思います。さて今日が運命の日なわけだが、みんな犯人を捕まえる手立ては考えてきた？ああ、てかね、どんな作戦があるんだ。なんかマヤさんとかすごい作戦思い浮かんでそうだけどね。巻き絵とかどうかな。おう、廊下に下着を置くのねそれでそれを拾った人が怪しいってのは、なんだその廊下に下着を置くのね。もうこの時点でおかしいと思うよ、ちょっと誰の下着を置くんだこれ。そもそも廊下に下着が落ちてる時点で怪しいですよ。誰もそんなもん拾わねえだろあ、なんか今回虎徹がすごいなんか突っ込み切れてますね。いつもなんか突っ込まれる側なのにねブー、文句言う前に意見を出したらどうなんですか。あ、確かに。まあ虎徹はどんな意見があるんだろうね。下着泥なんだから。おう、更衣室のあたりを見張ってたら意外とすぐに捕まるんじゃねえの。あー、まあ確かに。でも更衣室だけじゃなくてシャワー室でも犯行が起きてるんですよ、ね、ああそうなんだ。じゃあ結構まあいろいろ貼っとかないといけない感じかな。まあ張り込むにしてもね。まあ更衣室を漁るよりも確実に下着が置いてあるからねだからそう、キリッとした目で言わないで。ちょっと誠さん、シャワー室に関しては今日は気にしないでいいかもしれない。おお、どうして。あ、あかりさんもちゃんといる。外部の人間が多く入ってくるから今日は施設の一部に鍵がかけられてる。なるほどね。てかあかりさん、あかりさんやっぱ可愛いなこれ、この体操服姿。使える時間が決められているんだ。下着泥の一件もあって一応警備体制を強化しているらしい。あーなるほどね。それなら見張る場所は更衣室に限定できますね。それじゃそれぞれ時間を見計らって更衣室を監視してみるか。そうですね。お、9時30分となりました。来賓の方がいらっしゃいますので皆様ご準備いただけますでしょうか。おお、まあでもとりあえず球技大会にはやっぱ参加するんだよね。まあ一応というか、うん、ビリヤードだっけ、あの匠くんは。テニス、ビリヤードの第一試合に出場の方はすぐに会場にお集まりください。お、日向さんと匠くんかな。なおポロに参加される方には車をご用意しております、うん、ゴルフに参加される学院生は輸送ヘリにご登場ください。何輸送ヘリってね何輸送ヘリ空を飛ぶんですか、すごいな。くれぐれも遅れないようにお願いいたします。遅れるとかあるのそれヘリだけど。ヘリなんて使うんだね。すごいよね。ちょっとした移動に便利だからなほぼ直線距離で済むしあーちょっとした移動に便利だからな。もうね、虎徹もやっぱ金持ちなんだな自家用の飛行機とかも持ってんのかな。でも来賓の方まで運ぶとなると大変じゃないですか。希望者は運ぶだろうけど他にも大型モニターを使ってライブ中継するらしいから大丈夫っす。すげえなマジでもうちょっとしたなんか大イベントだよね。なんかそこら辺のさ、なんか幕張メッセとかで行われてるさようなちょ絶句だよなこれ、マジかよっていうねあの大画面はこんな時のためか。びっくりだよねマジで。というかたかが球技大会にどこまでお金をかけているんだこの学院はちょっとね突っ込みたくなるよな。とにかく交代で更衣室を見張ろう。まずはスケジュールを決めないといけませんねセナさんすごいな大丈夫なのこれ、窮屈じゃないですかセナさん。あのどことは言いませんけど。幸いこの中にポロとゴルフの参加者はいないから敷地内で済む。確かに。それじゃ順番を決めるか。あーどうなるんだろうね。そういえばあかりってビリヤードはできるのか？ん？あ、シュリあかりじゃねえわ。シュリってビリヤードはできるのか？ビリヤードは多分経験がないと思うわ。そうか。
それなら早々に負けた方がいいな。どの道下着泥のこともあるし。ふん、そこまで言うからにはあなたはかなり上手なんでしょうね。ちょっとな、なんか生きってる感じだけど。昔ビリヤード場でバイトしてたからそこそこ。プロ並みとは言わないけど、マッセぐらいならできる。あ、いましたわ。久々の。いや、てかほんと久々だな、しずるさん。あの電話ね、あのテスト前にさ、てかあの休みの時にさ、電話もらった時以来だよね。正宗さん、まったく、探しましたわ。どうしたんですか？え、僕をですか？いいえ、違います。私が探していたのは金本さんです。あー、あかりさん。まあ、シュリ君も金本さんなんですけど。正宗さん、どうかしましたか？いいえ、それほど大した用事はありませんが、少々作戦会議などをと思いまして。ほう、あ、じゃあしずるさんもにも情報言ってんのかな。作戦会議。私と正宗さんはテニスのダブルスを組んでいるから。あー、それ見てみて。あかりさんとしずるさんのさ、ダブルスちょっと見てみてーな。へえ、そうなんですか。頑張ってくださいね、姉さん。金本くんは何に出場されますの？僕はビリヤードです。まだ激しく体を動かす種目は苦手で。ビリヤードですか。見に行かせていただきますわ。見に来るんですか？そうなるとちょっと簡単に負けられないな。いいですよ、そんなの。いいえ、金本くんには恩があります。そんな方を応援しないほど、この正宗しずる、冷たい人間ではありません。そうなんですか。マジか。いや、そんな本気でやるつもりはないんだけどな、これ。そうですか。うん、シュリが正宗さんに何か。うん、まあいろいろとね。以前に将棋を指南していただきまして、その節は大変お世話になりました。こんな感謝されると思わなかったけどな。いや、そんな大したことをしたわけでもないですし。それよりテニス頑張ってくださいね。当然ですわ。正宗の人間として情けない姿を晒すわけにはいきませんものね。お、結構意気込んでるね。都合が合えば応援しに行きますから、頑張ってくださいね。そうしてお嬢様と正宗さんは話しながらテニスコートの方に向かっていく。さてと、今は長光さんと国広が見張ってくれてるし、俺は体育館に行くか。情報によるとビリヤードは体育館の中に台をたくさん並べて、各人が腕を競うらしい。ああ、体育館の中で、なるほどね。なんか卓球台みたいな感じでやるんだ。すげえな。確かあれって台だけでも30万ぐらいしなかったっけ。セットにしたって4、50万はしてたはず。いや、もっと上行くでしょ、多分。普通の値段ならそれぐらいなんだろうけどな。少なく見積もっても10台はあるだろうから、もう考えたくないな。500万近く。テニスはもともとコートがあるけど、他にもポロやゴルフの移動手段、映像通信とかいろいろあるだろうし、球技大会に一体いくら金をかけているんだ。本当だよね。確かにもう1億以上かけてるよね、多分。いや、もっとだな。もう驚きを通り越して呆れるな。確かにな。ここまでだと侵入できやしたね、兄。いや、怖い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 。今びっくりしたんだけど今。お前ら、いや、ちょっと待って、ここで、待って、こいつらはだって泥棒の方じゃないよね。その呼び方はやめろ、怪しまれるだろうな。もう十分怪しまれてると思うよ。今。まあどんな服装かわかんねえけど。ですが兄、うん、じゃなくてお兄様。これからどうするんですか？お兄様じゃねえわ。何がお兄様やねん。決まってるじゃありませんか。金本のお子様を見つけて誘拐遊ばされるんです。なんだ誘拐遊ばすって。全然丁寧じゃねえわ。なんだこの物騒な言葉に遊ばすってさ。誘拐遊ばされるんですか？なんで復唱するんだよ。何ちょっとなんかテンション上がっちゃってんのよ。他にないに決まっているではありませんことよ。もうおかしいだろマジ。もうどうしたんだお前ら。
血迷ってんのかお前なんかうまく侵入できたから血迷ってんのかちょっとうんうん兄逆に変じゃないっすね変すぎますねそれは誘拐遊ばせてなんだよとにかく金本のガキを探せ見つけたら連絡しろよおいやーやばいなーこれはちょっと物騒になってきましたねねねその泥棒をどうにかするっていう話もあったけどさいや誘拐犯まで関わってくるのかやっぱりいやーきちいなどうなるんだろうねこれまた誘拐されそうだよねまた姉さん頑張ってあかり様頑張ってくださいセナさんもいるんだなおおふっつってひゅっつってあなんかみんな見てんじゃん違う日向さんも見てんじゃん勢いよくサーブを打つお嬢様ポルトギリギリのスライス気味のボールだが相手もかなりのレベルらしいすぐに対応して返してくるすげえな本当にガチだなお返されたボールに飛びつく正宗さんだがその球は少々甘いはっおこんなてか相手強そうだなへっつってさ両手で力いっぱい振り切られた球をなんとかお嬢様は拾うが劣勢は覆らないえいつかレベル高え何なんだこれすげえななんか普通にテニス部みたいな感じだよねうわピンチですよなんとかならないんですか相手のお二方かなり上手なようですしこれは難しそうですねもっとこう相手を吹き飛ばすぐらいの波動球とか打てないんですかそしたらきっと勝てますよテニプリじゃねえんだから波動球っつってバーディーンとかさできないからね日向さんね相手が死んじゃいそうですねだったら扉を開けるのはどうですかね百錬自得の扉とか大気間髪の扉とか天意無法の扉とかいやテニプリやないかそれ完全にテニプリやないか無我の境地かこれ無我の無我の奥じゃねえかそれピンチになっても覚醒しないのが現実ってやつですよいけませんまさむねさんお願いお強烈な返球をギリギリで拾い上げるまさむねさんだがこれでお嬢様とまさむねさんの間にスペースが作られたわーそこ間にこうズドーンみたいなそのまま相手の力を込めたショットが2人のちょうど真ん中を突き抜けて勝負が決する負けちゃいましたねいやーきちいなあでもこれあれなんだまあ今のが結構最後のセットのねまああのゲームだったのか惜しかったですが仕方ないですね相手が悪かったですねはあ強かったお疲れ様です姉さん悔しい非常に悔しいですわちょっと燃えたぎるものがありますねなんか負けず嫌いだもんなしずさんなんかまたテニス頑張りそうだねもうちょテニス三昧みたいなねまた今度はねお二人も強かったですけど相手の二人はすごいですねうん確かにそうですがやはり負けるのは悔しいですわねうん相変わらずの負けず嫌いだな、正宗さんは。でもこれで、二人の試合も終わって、俺自身も早々にビリヤードは敗退している。あとは下着泥か。栗弘さん、今は誰が見張ってるんでしたっけ？今は、まやちゃんと長曽根くんが見張ってくれてるはずだけど。ああ、心強い。それは心強い。何の連絡もないということは、変化なしってことでしょうね。何を話しているのですか？あ、てかあれ、しずるさんは知らないんだっけ？ああ、いえ、別に何でもないですよ。まあ、それはいいでしょう。おう。それより、先ほどから応援してくれていたそちらの方は、金本くんのクラスメイトですか？あ、日向さん？はい、国広日向さん、僕のクラスメイトです。よろしくお願いします。私は正宗しずるです。金本くんと同じクラスなのでしたら私の方が1学年上になりますよろしくお願いしますあ、はいこれ
はこれはご丁寧に。まあ日向さんもね、たくみくんもあんま関わることのなかっただろう人だからな。いや、なかなかちょっと恐縮しちゃうよな。それでこちらが月山瀬名さんですね。おお、あ、ご存知でしたか。金本さんの使用人でしたわね。以前金本さんに紹介していただいたことがあります。おお、ご無沙汰しております。ええ、お久しぶりです。さて、午前の試合は全て終わりですね。もうお昼だね。お腹すいた。もうそのような時間ですか。では私はそろそろ行かねばなりませんね。気がめいります。行かなきゃいけない。え、どういうことん。ちょっとよくわかんないね。おじい様です。ああ、もうしつこいのです。こんな時も呼ぶの。え、何のために呼ぶのそれは。一体どうなされたんですかね。以前金本くんに将棋を教えていただき、おじい様に勝つことができたのですが。何ムキになったの。もう一局じゃーみたいな。あれ以来おじい様が将棋にこだわるようになりまして。ああ、何かにつけて私と将棋を指そうとするのです。もうめんどくせえな。めんどくせえおじいちゃんだな。そうですか。まだ負けていない。もう一回、もう一回などと今日も昼食を一緒にと誘われているのですが。昼食を一緒にってあれ、これ将棋の台があるんですけど、これどういうことですかって、あれ食べるんじゃないですかみたいな。いや、今回は飯を食べながら将棋を指すんじゃみたいなね。行儀悪いけどな。どうせまた将棋を指そうとしているに決まっていますだろうな。すみません、僕のせいで。いえ、将棋を教えてほしいとお願いしたのは私です。ですから金本君には何の落ち度もありません。問題は勝てば相手を小バカにし、負ければ子供のわがままのようなことを言うおじい様にあるのです。まあでも孫とさせるのがなんていうのかな、楽しいんじゃないんですか。まあちょっとそこまでしつこいのはやばいけどな。では私はこれにて。億劫だろうな。そんなに嫌なら行かなければいいんじゃないですか。おズバッと言うね。面倒ではありますが、おじい様の命令ですから無視するわけにはいきません。他に用事があれば別なのですが。まあご令嬢はなかなかね、そこら辺は難しいよな。うん、でしたら僕たちと一緒に昼食でもどうですか。え、お、なるほど。先客がいますみたいな。僕たちと一緒に昼食を取る程度では理由としては不足でしょうか。そのようなことはありませんが、よろしいのですか。いやでも逆にたくみくんよろしいんですかそれ。突然ね、連絡が入ってきたら途中で抜けなきゃいけなくなるけどね。昼食こちらは構いませんが、今日はお弁当でしたか。はい、食堂やカフェは来賓の方々も利用されますので非常に混みますから、本日はお弁当を。お来賓の方々びっくりだろうけどね。でもまあ、でもびっくりしない人たちが来るのかな、そういうカフェとか食堂のさ、ああいうなんかね、豪華な感じがね。問題ありません、私も今日はそのようにしておりますので。お、じゃあしずるさんもちょっと今回は加わって話すって感じか。ではお言葉に甘えてご一緒させていただきます。私は先におじい様に連絡してきます。わかりました。それでは玄関で待ち合わせしましょうか。ええ、それでは。なんかよかったね。笑顔になってくれたから。正宗さんは嬉しそうな顔で校舎の方に戻っていく。てかさ、しずるさんはね、このなんつうのかな、まあ、あかりさんも含めてもうあのこっちのクラスのね、まああの人たちとまあ絡むのがね、あんまなかったからね。うん、なんか新鮮ですね。なんかやっと絡み始めたなーって感じですね。かなりしつこく頼まれてたんだろうな。さてと、それじゃあ見張りの二人も呼びに行かないと。んー、まあ問題ないのかな現状。お疲れ様です。おう、お疲れさん。どうだ、勝ったか。いえ、負けました。難しいですねビリヤードは。気にすんなよ、仕方ねえさ。まあな。
それでそちらの様子はどうですか？ダメだ、怪しい人影は見ていない。おお、見るのは巡回中の警備員ばっかりだよまあでも明らかに怪しいやついたけどな誘拐遊ばせみたいなね。まあ外部に公開しているからか、校内の警備員がいつもより多いですよね。今も目の前に制服を着た警備員が歩いている。うん、多分学院側もこれ以上問題を大きくしたくないんだと思う。いつもは数時間おきの巡回も今日はだいたい1時間おきだからな。かなり頻繁ですね。そのせいか静かなもんだよ。外部の人間どころか学院生もここら辺には来てない。なるほどね。いやーでもそうなるとやっぱりなんだろうな、そういう警備とかの人たちが怪しくなってくるのかな、自然的にね。ご苦労様です。すみません、任せっきりにしてしまって。試合があったんだから仕方ない。そうそう、俺だって気にしてないぜ。なんせずっとお嬢と二人っきりでいられたんだからもうそういう気持ち隠さないよね、ほんとね、小鉄さんね。でもマヤさんはちょっとね。いや違いますって、今のはちょっとした本心であって、いやましい気持ちはこれっぽちもなく、うん、ただ嬉しいってことですからちょっとした本心いいね、ちょっとした本心っていうワードいいね。小鉄は置いておくとして、もう交代の時間もうやっぱ小鉄に関してはそんなに興味ないんだな、もうマヤさんは。交代というか昼食の時間なので誘いに来たのですが。もうそんな時間か。お嬢と二人っきりだから時間が経つのが早くて早くてもうこれ以上はやめようみたいなやめとけよみたいな、なんかそういうマヤさんのマジの目線ですね。もう見張りはここに小鉄一人を置くから平気だあそういう感じにしちゃった。お嬢なぜそんな冷たいことを、どうして俺を置き去りにしようとするんすか。だからね、つまりまあそういうことですよつまりそういうことですよっていうとあれかもしれないけどね、小鉄はちょっと傷つくだろうからな。お小鉄と二人でいると身の危険を感じるズバズバ行くな、マヤさん、さすが。どの道お嬢の方が強いんだから力ずくじゃどうこうできないって分かってるでしょそれを小鉄さんが言うのはどうなんだ。長光さんは強い強いとは思ってたけど、そんなに強いのか確かにね、小鉄さんより強いんだね。小鉄さんも結構強そうだけど、長曽根くんも体つきはいい方だし、単純な力はそこそこあるだろうに。あーだからまあ女性はさ、結構こうまあ柔道とかね、空手とかさ、あのそっちのなんつうのかな、こう相手の力を利用するのがね、結構上手い人もいるからね。まあそこにね、あの蹴りですからなかなかいや、マヤさんもね強そうだよね。まあまあ、それで本当にどうしましょうか。なんでしたら僕が見ているので、お二人は昼食に。金本君を一人にはできない。お、そうだ、もしタイミング悪く犯人が出てきても金本じゃ捕まえられないだろう。それはそうですが、首里では無理かもしれない。だけど俺なら不可能ではない。まあ相手が武器を持ってたりすると厳しいけど、いやーちょっと待って、フラグじゃんそれ、マジか。なんかスタンガンとかさね、持ってたらやばいよね。ん、電話遅いっていう催促の電話じゃないのか。もう出てくれていいよ。それじゃあ失礼します。もしもし。もしもし、藤島さんですか。え、あ、千秋さん、なんだろう、源さん、どうかしましたか。話しながら二人から距離を取る。大丈夫だとは思うが、念のために会話が聞こえないようにしておかないと。お困りのご様子でしたので助けになれるかと思いご連絡差し上げたのですが。おう、なぜ知っている。監視していますか。いやあ、まあ千秋さんっていうか、その千秋さんの周りの人がちょっとここら辺見張っててくれみたいな。なるほど、監視してますからって、どういうことですかそれ。泉様もおっしゃっていたと思いますが、本日この学院には信頼のおける人間が配置されております。うーん、まあまあいいんですけどね。そうですか。私もその一人として身を潜め密かに監視しております。なるほどね。まあだからその匠くんも踏まえてってことね。
こっちの会話内容を把握してるってことは近くにいるんですよね。教室の中を見渡すが、そんな気配は全くない。場所は明かせませんですが、昼食の時間程度でしたら私にお任せを。おえな、場所場所は明かせないけどいると。っていうか、それならもう俺たちは監視しなくていいんじゃないですか。はい、すべてはこちらで行います。あ、そうなの。と言いたいところではありますが、正直なところ人手が足りております。あー、ダメなんだ。今信頼できる人って言っても、まあ人手が足りないのか。確かに狙われる可能性が一番高いのは更衣室ではありますが、他にも怪しむべき場所はあります。もしかしたら下着泥だけでなく盗撮なども行われている可能性があります、うん、他にも疑うべき点はいくらでも。確かにね、確かにそういう可能性もありますね。それらの可能性を考慮すると、この広い敷地をカバーしきれる人数は確保できませんでした。急な話でした、ね、でも千秋さん、なんだろう、こう千秋さんがこう饒舌にさ、こう今の状況をこう話してくれる感じ、なんだろうね、本当仕事ができるって感じだよねなんかこういうのを見てると、なんかすごい秘書とかに欲しくなるよね。うん、まああの拷問とかの下りはちょっと嫌だけどそうなんですか。ですが、一時的、昼食の時間ぐらいならばフォローできます。なるほどね、それならお願いできますか。はい、お任せください。では。本当に怖いな。うっかり文句でも言おうものなら聞かれるってことじゃないか。そうだね確かにねポロッとね、ポロッとこう陰口言ったらもう聞かれちゃうっていうね。どうした。あ、いえ、ちょっとした連絡です。それでお昼ご飯はどうしよう。それなら解決しました。それはどういうこと。昼食の間だけですが、監視してくれる人が見つかりましたので。誰だそれ誰だうちのメイドの一人です。非常に強い方ですので安心ですよ。そうですね、あの首が270度ぐらい曲がりますんでそんな曲がんねえか、180度ぐらい曲がりますんで。はい、でも他に仕事がありまして、だから昼食の間だけなんですが。そうか、それじゃあお言葉に甘えさせてもらおう。そうさせてもらうか。それじゃあ行きましょうか。あ、でもみんなで昼食が食えるんだな。おお、みんなすごいお弁当ですね。はい、ということで今回は以上にしたいなと思います。次回はこの1万円から始まるんですけれども、いやーすげえな、絶景だなこんなね、もう美人な人たちとね一緒に会食できるのか、すげえな。てかさ、あれだよね、これヒロイン勢ぞろいじゃんメインヒロイン勢ぞろいじゃんすげえ、ほんと絶景。しかもさ、アングルが絶妙だよね、またアングルがまたね、こうちょっと斜めからこう見える、あのちょっとマヤさんとこうセナさんは見えるけど、こううまい感じにこうあのしずるさんとかの方は見えないみたいなね、なんかこうアングルがすごいんですけど、はい、まあとりあえず次回はね、この1万円から始まるという感じなんですが、まあちょっとね、テニプリのネタはちょっとビビったけど再起間髪の極みとか100連自得の極み、天意無法の極みみたいなね何がやねんって思いましたけどね。はい、まあ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 、まあそんなネタもね入ってきつつ、まあ今回はね、まあ犯人をどう、捕まえるのかっていうところですよね。まあでもあれだね、ちゃんとまあ球技大会のイベント自体はね殺さずに、まあそのテニスのねところとかちゃんとね SD とかがあったりして、すごいですね。これも1万円もねちゃんとあるしね、お昼ご飯の。まあなので結構ね、やっぱここはこの球技大会のところはちゃんと作り込まれてんだなっていう感じですけれども、はい、まああの誘拐犯もね今回ね出てきちゃったからちょっと心配なんだよね。いやーちょっと次回いろいろ心配なんですけど、まあどさくさに紛れてね、まあ誘拐犯がこう乱入してきてみたいなね、この展開もあるだろうし、おそらくね。で、それでさ、まあ、あの、ねえ、まあ、泥棒とかもね、まあ、なんか、武器を持ってるかもしれないみたいなさ、疑惑もあるわけでしょ？いや、ちょっともう、たくみくんの身の危険しかないよね。はい。まあ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 、それがね、どういう風に、転がっていくのか、次回以降、楽しみにしていただければなと思います。ということで、以上です。ご視聴ありがとうございました。ぜひぜひ、チャンネル登録の方も、もしよければよろしくお願いいたします。それでは、バイバイ、ありがとうね。